こんばんは。麻雀記念ね、久しぶりに打ってきたけれども、まあこれね、ダブルループシステム搭載ということでね、まあ少し変わったスペックの台だけどね、俺初打ちした時ね、まあ俺の動画いつもね、見てくれてる人は結構知ってると思うけど、基本的に、1パチとかね、0.5、0.2しか、の低パチしかね、打たん俺だけれども、まあ、刑事とかね、寝台の時は、まあ、読んで、打ったりすることも、まあ、時々あるっていう感じなんだけど、でね、この麻雀記念もね、寝台初打ちの時、まあ、初打ちだし、読んでもいいかな、と思って、そういう気持ちでね、こう、いたら、俺がね、その当時、しょっちゅう行っとったホールでは、なぜか、4円に導入されず、1円とね、0.5円、寝台初日早々ね、4円に入れずにいきなり1円と0.5円に入れるっていうね、後にも先にもそんなことはね、初めてのパターンだったね。私に任せて。